屈な社会で家畜扱いされて、どうして何も壊さずにいられる。この世界に永遠などない。あるのは贖う者の魂の輝きだけだ。金髪で長髪の男性、常に笑みを浮かべ、どこか余裕がありそうな穏やかな態度をとっているが、その本性は極めて冷酷。主にアニメ一期で暗躍し、シギュラの真実を知る数少ない人物の一人。そして監視官であった鴻上信也が執行官に降格するきっかけになった標本事件でも裏で暗躍しており、鴻上信也にとって因縁の相手でもある。またアニメ一期終盤で退場したにもかかわらず、その後も鴻上信也の前に幻覚のように現れる描写が多い。シリーズを通して絶大なカリスマ性を誇っており、非常に人気があり魅力的なキャラクターでもある。ちなみにかなり端正な顔立ちをしているらしく、常森茜も彼を初めて見た時に芸術のような美貌、過剰なほど整った顔立ちと表現している。彼はシギュラシステムに対して否定的な思想を持ち、人間は自らの意思で選択行動するからこそ価値があると考えている。主に犯罪者の犯行に協力し、彼らの手助けをする。そうすることで彼らの行動を見て、シギュラシステムの下で自らの意思で動く人間の魂の輝きを観察している。非常に高いカリスマ性を有しており、鴻上は牧島を他人の精神を支配し影響を与え、まるで音楽を指揮するように犯罪を重ねていく男と作中で語っている。さらに感情をあらわにすることも少なく、あらゆる作品からの引用も交えて会話することが多いため、非常に本心がわかりづらい人物でもある。そして協力している人間が自分の期待通りに動かない時や興味を失った時はバッサリ切り捨てている。そして非常に頭脳明晰で身体能力も異常に高い。狂気で武装した人間3人を瞬殺したり、体を鍛えまくり実戦経験豊富な鴻上信也との肉弾戦にも勝利し、彼の頭蓋をサッカーボールキックで血まみれにしている。さらに戦闘用ではないと言え、東間幸三郎が入っていた火星上州の擬態を破壊し、ジェ・グソンの妹である子孫を執行した公安局員を本を小脇に挟んだまま、カミソリとタックルで瞬殺している。また、鴻上は2度目の戦闘で、自分と互角か、それ以上の実力であると、分析している描写がある。そして、異様な雰囲気をまとっており、片腕的な存在であった、ジェ・グソンも、出会った当初は、密度が濃く、危うい快楽的な雰囲気を、見えない外露でまとっている、と認識していた。また、執行官であった笹山も、彼とすれ違った時に鼓動が早まり皮膚が泡立つなど本能が危険を感じ、明らかに血の匂いがすると感じている。ちなみに女子高生の霧の投稿曰く、不思議な甘く少し吸えたような香りらしい。ただ出会った場所が廃棄区画だったことと、霧の投稿自身がどこかで嗅いだことがある香りという描写から、牧島自身の香りというより過去に東間幸三郎がいた場所の匂いである可能性が高い。服装はいつもラフな格好をしており、作中でも衣装のバリエーションが非常に多い。また人脈が異常に広く、デートネットワーク建設の会長である千宮寺豊久や、日本最大の廃棄区画である扇島で暮らす顔役の千葉王とも交流がある。片腕的な存在のハッカーであるチェ・グソンとは、彼が妹の子孫と共に日本に密入国し逃がし屋をしていた頃からの付き合いでもある。よく哲学書や戯曲などの本の引用を交えて会話をし、電子書籍より紙の本を好んで読んでいる。特に作中での紙の本を買いなよというセリフは、紙の本を読みなよというセリフとなって大きな社会現象になり、一時期あらゆる書店で彼の姿が見受けられた。そして紙の本の売り上げに大きく貢献したとかなんとか。また彼の最も大きな特徴は免罪体質であるということ。免罪体質者というのは約200万人に1人の割合で存在すると予測されている人間のことである。
作中で残酷なことをしても犯罪係数が全く上がらないのはこの体質が大きく影響している。そのためアニメ1期ではドミネーターによる執行は不可能であり、シビュラが管理する社会で裁かれることのない稀有な存在でもあった。そして彼の犯罪係数は人を殺害する直前であってもゼロのままであり、色相はクリアホワイトのままであった。彼の行動の原点はこの体質だったのではないかと作中で鴻上信也は推測している。作中では常に陰で暗躍していたが、大井織香この事件で鴻上信也に興味を持ち、彼と常森茜の友人である船原幸を使い千宮寺と義久と鴻上信也の戦闘を観察していた。その後自分を追ってきた常森茜と対峙し、ドミネーターではなく猟銃で自分を止めるように命じ、彼女に選択を強いる。またこの一件で公安局側に自分の顔が割れてしまうことになった。ちなみに今までも笹山から託された霧の塔子が撮ったピンボケ写真があったのだが、はっきりと顔を識別することはできなかった模様。その後彼は自ら動くことを決め、シビュラを無効化するヘルメットを市民にばらまき、彼らを暴徒化させると、インターネットを駆使して真偽がわからない情報を流し、市街を混乱に陥れた。そして公安局がその対応に追われている隙にシビュラの中心部があるであろうと目をつけていた厚生省のナタワーを襲撃する。さらに自身をおとりにし、ジェ・グソンにシビュラの中枢に行くように指示を出す。その後自分を追ってきた鴻上と交戦し、圧倒的な実力差で鴻上を倒し、カミソリでとどめを刺そうとした瞬間に不意打ちで常森茜にヘルメットで後頭部を殴られたことで意識を失い逮捕された。しかし身柄を輸送される最中に公安局局長である加勢上州の姿をした東間幸三郎に出会い、シビュラシステムが管理するこの世界の真実を知ることになる。そしてシビュラへ加わるように勧誘されるが、そんな彼をスウィフトのガリブアー旅行記に出てくるバルニバービの医者を例えに出しながら、皮肉たっぷりにシビュラの提案を拒絶する。そうして審判やレフェリーは趣味じゃないと東間幸三郎に告げ、加勢上州の議体を破壊し行方をくらませた。その後日本の食料自給を壊滅させるためにバイオテロの計画を立て、センターを一人で襲撃する。その時に一係のメンバーと交戦、木野座の武器下に重傷を負わせ、正岡智美を爆弾で殺害する。そして鴻上と二度目の戦闘を始め、彼にナイフで傷を負わされる。その後トラックで脱出しようと試みるも、常森茜に阻止され、最終的に鴻上に追いつかれ、彼によって射殺される。こうして彼は穏やかな、そしてどこか満足げな笑みを浮かべながらその生涯を終えた。ちなみにアニメでは語られなかったが、自身の出血の量の多さを見ながら、これだけの血があれば本が一冊書けたかもしれない。ニーチェの言葉を思い出すよと死の間際にもかかわらず余裕な態度を見せている。また鴻上は牧島に対して、牧島が自分が得意体質だと知った時に疎外感を覚えたことが彼の行動に起因しているのではないかと分析しており、鴻上から自身の孤独を指摘された時は、この社会に孤独でない人間などどこにいると言葉を返し、自分が孤独であることは否定しなかった。しかし彼の過去は謎が多く、未だに語られていない部分が多い。ただ鴻上と管理センターで2度目の戦闘の最中に彼に私生活を分析される描写がある。鴻上曰く、牧島は食事と脂肪を取りすぎないように制限し、朝起きたら顔を洗いストレッチ複数保有してある。隠れ家には高確率でトレーニングルームが設置、読書をしながら食事を取りトレーニング、仕事から帰ったらトレーニング、筋肉を疲労させ読書でリラックスといった具合に彼に細かく分析されている。もちろんこれは鴻上の分析であって、牧島省吾という人間がどういう私生活を送っていたのかは未だに不明である。余談ではあるが、彼の読んでいる本のジャンルは多岐にわたり、哲学書をはじめ純文学やミステリー、SF に戯曲、そして怪奇小説や聖典、
星の王子様といった児童書など、作中でも幅広いジャンルの書物を読んでいる。しかも、所有する本も年代物が多く、非常に珍しいものばかりを保有していた。ざっくりではありますが、以上が牧島省吾に関する解説になります。それでは、今回はこの辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。